夫婦の一方が亡くなって遺産を相続する際に、残された配偶者が優遇されるよう、民法の改正が進められていることが分かりました。昨日法務省の審議会の部会で了承された民法改正の要項案では、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者にそこそれまで住んでいた家に引き続き住むことができる権利が与えられます。また、 結婚から20年以上経った夫婦であれば、遺言などで決めていれば、家を遺産として分割される対象から除外できます。残された配偶者の生活を不安定にさせないことを目的としています。相続に関する民法の見直しはおよそ40年ぶりだということです。審議会が来月に最終的な要項を取りまとめ、法務大臣に答申する見込みです。